はい、ありがとうございます。高丸純と純と高田と福士です。日曜日の方に来ているんですけども、はい、前回我々がベスト電機さんから購入しましたミキサーね、はい、あれを使ってちょっと企画やりたいなと思ったんですけど、はい、この日曜市で売ってる商品だけで無事だけで暑い日ね、これからの季節っぽいよな。そう、どういうルールでやるんですか。こちらの方で売られておりますね、あの食材を使ってスムージーを作っていただいて、はい、他の人とかぶったら罰ゲームがございますので。罰ゲーム、はい、牛乳とか豆乳はいいよね。ここで買うと何かかぶってない。そうそうそう、ということで早速スムージーを作っていこうと思います。はい、せーの、じゃあほら一番手の高田さん、ちょっともうパッと終わるけど、ちゃちゃっとやってくるわけ。お願いします、うん、では、まだ、はい、まだこの待ち時間がね、長いんやろうね、多分ちょっと。すみません、これください、これと、はい、どんどん抜けていく感じだ。割と早めに買うね。すげえな。あの、何買うか見ちゃいかんけど。あー、ほんまや。あそこの食材はでも買わん方がいいね、かぶるけど。はい、ありがとうございます。はい、すいません。さあ、届きました。いや、届きました。あれ、見えるよ。なんか、そうやね、もう見んでええけん、もう結局早かった。おのおのね。下見をしてたんですけど、下見をしている中で赤じそを見つけたんです。旬を調べたら6月、5月から7月みたいな、6月7月かな。他の人と食材が被っちゃダメなので、ちょっと変わり種でいこうと思います。おうちっぽいスムージーを作りたいなと思っております。もう今まで見たことないような新しいスムージーをお届けしますので。こんにちは、はい、シソもらっていいですか。このはい、庭で100円。はい、シソを買ってきました。見てください、これもうどういう持ち方かわからん、めっちゃ大きいんですよ。今回買った商品内緒にしとかんといけんのんですけど、これはもう絶対隠せないでしょう。明らかにこいつはシソ買ったなってバレる、もうそんな商品になってしまったんですけど、僕が狙っている食材がね、まだ残ってるかどうかなんですよ。お母さん、すいません、わらび餅ってどこに売ってあるか分かりません。わらび餅、そう、どこ、すぐそこ、はい、もうないかもですか。わらび餅ってもう終わりました。もう売り切れましたか。うわー、ありがとうございます。他売ってるとことかってないですかね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、終わった。やっぱ賑わってますね、一応一は。あれだ、美味しそう、特大トマト、ええー、ね。それを今100円でやってる。これいいね。焼き鳥は美味しいやつや。これ一ついただいていいですか。お願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。来ました来ました、僕が買いたい商品がありましたよ。セイユメロン購入しようとしたら、ちょっと視聴者の方だったみたいでサービスしていただきました。マルセイユメロン、これでちょっとスムージー作ろうと思います。あとちょっとリンゴを買ってね、締めをしたいと思っとるんです。今回スムージーで使う商品買い終えました。まあ、わらび餅なかったのはもうまあまあもう、もう仕方ないとして、美味しいスムージー作っていこうと思います。あ、ありました、お目当ての食材ありました。ありました。皆さん、日曜市の方でおのおのスムージーのね、食材を買ってきてもらったらと思います、うん、はい、ということで我々がベスト電機さんで買うてきたパナソニックファイバーミキサーを使って美味しいスムージーを作っていきましょう。よしこれからの季節暑くなるということもあるんで、うん、やっぱ小夏、日本地県の特産品である小夏をちょっと使ったスムージーをやっていこうかなと思います。よし、皆さん剥いてください。あ、手伝わすスタイルだね。はい、まあ、もう2本ぐらい見ちゃう。これいらない、牛乳少なくていいよ。あと蜂蜜も入れる。うん、どこで行っちゃう、押したら食べみたいな。そう、それから、おー、
しいわけじゃないけど、美味しい。嘘、マジ？これ美味しい。硬いものはね、あの最後の方に砕くといいらしいので。オッケー、完成でーす。はーい。すごい。タカトのスムージーの完成です。イエーイ。乾杯。強っ。想像通りって感じ？うん、うまい。小夏種があるんだね。小夏がね、雑ちょっと小夏のちょっと粗いの種がのけてからだったね、多分。いや、めっちゃうまいね、これ。味はうめえんやけど、小夏の種がうざい。暫定1位です、高尾さん。暫定1位やね、まあ1人目断トツの。うわ、今回このシソスムージーにしたいと思います。シソスムージー、ちょっとそれに合いそうな食材を2つ選んできたんですけど、ほんまに合うかい。マルセイユメロン。メロン、リンゴ。多分もう水とか牛乳もなしでいけるんじゃないかなと。なるほどなるほど、いいじゃない。中身本当にめっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。超柔らかい。うまそう。おー、レッツスタートです。で、この蓋がなんかアレンジホールっていう名前でちょっとしたもん入れるみたいな、うん、焼くみたいなんですよ。へえ。よし、じゃあこれで氷入れましょう。あと、うん、はい、完成でーす。めっちゃ作れるね、これ量。いっぱい作れたし。え、ね、そうじゃん。乾杯。乾杯。今度は明日ね。あ、全然なんかリンゴの匂いする、うん、え、美味しい。シソが効いとる。そっち二人よ、ゆえよ、早くうまいって。結構残るね、口に。いやけど美味しい、美味しい、美味しいじゃない、なんかで、メロンの味がメロンベース、ね、うん、メロンベースだよね。めっちゃスムージーって感じ。そう、いや50点は超えてた。うまかったと思うんやけどね。ごちそうさまでした。ありがとうございます、皆さん。まあ、好みの分かれる結果になったね、うん、続きまして、はい、そして、チュンの作るスムージーは、はい、芋けんぴ。はいはい、こうちといえばね、芋けんぴを粉的なもんにしようと思ったんですよ。まあ、甘いね。わらび餅を買ってこようと思ったんですよ。日曜日で買おうと思ったら売り切れてました。じゃあ僕が代わりに買ってきたのはこちら、よもぎ。よもぎです。あぶ、黒砂糖。おお、砂糖、砂糖だね。黒砂糖あれやね、なんかめちゃ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 甘いの好きやがる。芋けんぴ適量。適量。落ちたのも適量。おい、これ食うか思うなの。そうだ、なんないけど、こっちはね、やっぱ粉っぽくないし。パンパンっぽいじゃない。いや、もう負けんな、負けんな、負けんな。もっと、もっと、もっと、もっと。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。遅い。細かくしました。この子ね、200ミリリットル入れるんですね。そう。入ってきよる。なんか芋けんぴ牛乳やったら。めっちゃうまそう。ちょっとあれやね、これ量が少なくないですよね。だ、分量もさほど、どうでもいい気がする。確かに。うまいね。そう。あ、うまい。結構入れますね。やばくない？うわー、これ糖尿病だろ、ほんまに。なあ。うわー、手で切ってるじゃないか。なあ、なあ、ダメ、これ。これはやばいです。返して、返してよ。これで下準備は完璧です。いや、簡単でしたね。おお、芋けんぴの香りする。芋けんぴの香りする。意外と美味しいね。やばい、牛乳好きやし俺。あ、氷はいるんだ、そういえば。あっ、ほんまになんかおしゃれかじった人のやり方や。あ、ほらほら、こんな感じだよ。ちょっとしたね、最後に振りかける。こう、じゃあ皆さん乾杯しましょう。エイズ乾杯。はい、紅茶をたっぷり堪能できると思うんですよね。匂いはもう完全に芋けんぴ。よもぎがもう固まる。うまい。だけどうまい、これ。俺これ好きやわ。うん、あ、美味しい。でも美味しい。なんか芋風味の。なんかもちゃもちゃしてる。あ、美味しい。美味しい？うん。え、これ？
ネタで作った予定やったけど改良すれば普通に美味しい。マジで検査使うこいつの食材。任せて。僕が買ってきたのはまずはいはい。おお。いやいや。新しい。これね日曜日に売ってあったカツオ。ペイペイで買ったこれ。で、あとの食材は、まあ、このちょっとまあポン酢、うん、叩きやニンニク、これニンニクね、みんな大好きニンニクよ。これが僕の、はい、これ食材です。いや水分がないやちょっと、うん、まあね、高知っぽいものでね染めたくて、ね、うん、俺もごいしちゃう。待ってお前殺しかごいしちゃう。いや、やっぱり他の人と被らんようにしろとは言ったけど、ね、誰も被らんかったね。コンセプトはないね、そのカツオのたたきをスムージーにしてみた。してみた。じゃあ調理していきまーす。早速これもあれか、入りきっちゅうやん。そう、生じゃないじゃん。生じゃない怖い。やっぱ生でスムージーさすがにヤバくない。だっていや、もう変わらんやろ。実にヤバいのは変わらん。その脳みそあるんやったらこれまずいって気づくもんやん。いや一瞬ね、芋天もね、あげようか、やれようかと思ったけど油ヤバいやん、やっぱ。うん、そこまでバカじゃないって俺は。確かに、うん、そう、ほんまにバグったね、お前。うまっ、マジでうまくない。うまい。ほら、よくあるこれも、ほら写真の横に乗っとるやつだよ。ドンよ。で、まあ水分から入れるけどね、やっぱね。で、これドン、これ。うわぁ、これ水分ができたね。マジでいいんやから。で、そもそもスイッチオン。どうしちゃった。氷を入れます。 OK、 完成。拍手。あー、ほらもう香りがすごい。ニンニクの香りが。ニンニクすごい。マジで香りすごい。ノーマスクの叩きや、ほんまに。乾杯しよう、みんなで。いただきます。いただきます。まあ、うわ待って、やばいよこれ。勇気で。これダメダメ、ほんまに唯一こいつのおかげでなんとかなってるよ。フレークの感触がある。フレークの感触ある。失敗やこれ。あ、ダメ。最後までご視聴ありがとうございました。大失敗、案外いけるかもと思ってた自分がとても恥ずかしいですね。この後せっかく作ってもったいないので残さず全部ちゃんと飲みましたのでご安心ください。こんな感じで、うん、ちゃんと飲みました。本当に今回使ったミキサー、刃がチタン構造で結構長持ちもしますし、いい商品ですので皆さんもぜひご購入ください。次回の動画を見てね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。美味しくできるんかな。しぶかないようにゆっくり入れますね。爽やか。よかった。よかった。美味しい。よかったです。